乙女山古墳は、奈良県北葛城郡河合町サミター座、乙女山、広陵町大あ寺戸あ乙女に所在する大型のホタテ海形古墳である。三原 CG で描画した乙女山古墳なら盆地の、西辺部にある標高70から80メートルのうまみ丘陵が続いている。その東側の斜面にうまみ古墳群が連なっており、その中央群の中の一古墳である。 発掘調査は1986年12月から1987年2月まで行われた。湿度の波には、噴景などから5世紀前半と推定されている。1956年国の史跡に指定された。全長約130メートル、公園部径約104メートル、公園部高さ約14.7メートル。 前方部長さ約30メートル、前方部幅約52メートル、前方部高さ約3.5メートル。公園部西側に長さ11メートル、幅約23メートルの作り出しが付設されている。集合は前方部を幅広く、公園部側を幅狭くしている。公園部は3段築成で、1、2段は低く緩やかで、3段目は急斜面になっており、 湾を伏せた形となっている。吹石は各段の斜面に施されている。公園部の埋葬施設は明らかでないが、良質粘土が点在しているところから粘土角ではないかと推測されている。通す、曲が玉、薄玉などの活石性模造品などが出土している。作り出し部の発掘では二段目の斜面に吹石、その外側に粒手を四季筒派に割れつ、その外側に 家型派には2、楕円形円筒派には2が認められた。ありがとうございます。